ガチャガチャと落ち着きのない演奏をお届けしております。すいません、今日はぬかるみさんとそれから、割と南部寄りの皆さんに挟まれてメディスンバンド2番目に登場ですが、我々は一応テーマ、バンドのテーマはジャズロックと言っておりまして、ジャズでもありロックでもあると、なかなか便利なメンバーを紹介しておきます。ドラムスがリーダーです、みなえかずお。みなえさんの名前はお薬袋と書くんですが、それが大変珍しいのでお薬袋と書いてみなえと読むんですよね。でメディスンバッグという名前にいたしました。ベースは清水光です。3人でステーキ食ってきましたね。ぬかるみとはほど遠い向かいの店でステーキ食ってきました。キーボードは私中村健です。
1曲目、二奈さんが作りましたレッドスモーキントレインをお届けしました。暗がりが見えないねあ、ありました。さて、それはそれでもっと喋るステーキ 300g が食べれなかったのはちょっと残念やったね。ありがとう。牛ちゃんが半分ぐらい食べました。ではレイ・チャールズスタイルのブラック・キーズ・ア・フリーという曲をお届けいたします。Thank you.
の中のレイ・チャールズのセリフなんですが、キーボードを打ってるんですけど、黒剣はただの楽器屋のおっちゃんやねんね、あの人が、はい、楽器屋のおっちゃんやけどライフルも持ってるというそこら辺が南部っぽいよね。ということで、そのセリフがブラック・キーズ・ア・フリーというんですけど、このピアノ買ってくれるんだったら黒剣はただにしとくよっていう洒落た言葉やね。なあ、それはちょっと面白い言葉だったなと思いまして、曲のタイトルに使わせていただきました。もうちょっと喋る。いえいえ。では Used to do the things mostly not used to do という曲をお届けいたします。
説明などしておきたいと思います。大丈夫ですか？そちら変わらない。出てないことはないんだけど、急に音量がプスッと下がってしまう。その辺が怪しいね。お借りしてるのでよく詳しいことは分かります。さて、何の話？皆さん、何の話？皆さんの最近の私生活を赤裸々に語りますか？なんか最近、それまでは結構ステーテチェック系の衣装が多かったのが、最近結構無地とか、お前ね、はい、チェックが取れてしまったんだ。はい、なんかちょっとね、最近ちょっとモデルチェンジされたんじゃないかなみたいな。最近実はよく喋らされてるんですけど、いやいや、ね、まあでも喋っとかんとね、喋るのってね、もともと不得意なんですよ。そうですか。滑舌悪いし、いやいや、言うてることが途中で自分でもわけわかんない。でも最近割と高い声出てますよ。高い声出ますよ。高い声よく出てますね、最近。高い声出るんですよ、はい、夜の日になったら出てきて、黒ちゃんみたいなね。たまに出るとびっくりします。たまに出るんです。最近ずっと毎回ね、はい、出てるから、はい、もうちょっと変えない。いやいや、そんなことはないですけど、でも私の話するのお客さんの話してください。治ったか、あ、治りましたか。とてもやるんだ。中村健二が作りました修行の名曲、お前に行く。Thank you.
最後の曲になりました。毎月の曲をこしらえては演奏してるんですけども、7月ジュライはジュライモーニングという曲があります。え？ぴったり。もう朝ではないけどね。あ、演奏する時間によってでは、すいません、今のところ暫定的にジュライモーニングでお届けです。Thank you.
せっかくなのであれを行きましょうかというではあれをお届けします。どうぞ。Thank you.
登場いたします。ありがとうございました。